皆さんこんにちは。今回後手番でやっていきます。相手の方は早繰り銀ということでやっていきたいんですけど、というかタイミング逃しちゃってあれなんですけど、人生で初めて10切れ5段の地上を脱出できたんですけど、めっちゃ嬉しい。だから気づいたら地上を登ってました。地下生活から脱獄できましたね。これはでかいよ。今達成率 24% ぐらいあって、これはほんと人生初。いつもっていうか、10切れは降段したことないか。10切れは降段したことないよな、上がってから。3切れは降段したことあるんですけど、10切れは上がって以来地上に復帰したことがなかったんですけど、いや、これは嬉しいですね。いやー、9戦とかやめてえな。お互い穴熊でしばき合おうや。ちょっと穴熊にして、玉の遠さだけ主張して、相手がしばきに来たところをカウンターしに、あ、お前も穴熊なんかい。もうついお前って言ってもうたわ。これ銀冠かな。銀冠タソで来るんかな。なんか端歩ついてるんで、穴熊にするなら、そう、先に香車上がると思うんですよね。やっぱり穴熊って組んでる最中が一番危険なんで、組むなら早く組んでいきたいと思うんですよね。ただ端歩つくと、この穴熊完成までに時間がかかるんで、穴熊なら端歩つかないんじゃないかなという説、あると思います。銀冠に対しては、こうやって金を上に上がって、歩突き飛車回りからズドンで殴りに行くのが定石なんですけど、これ相手の方止まってるから銀冠に組み替えてこない説がない。はい、組み替えてきました。まあ、これで飛車も3筋回って、こう、ぶん殴りに行くっていうのが、一つ、こう、四間飛車穴熊対銀冠の定石ですね。昔、四間飛車穴熊に四間飛車穴熊にハマってた時、これの定石書読んだよな。広瀬さんの定石書があって、これ。広瀬さんの定石書、あれ何回も読んだな。なぜか知らないんですけど、ブックカバーと本のサイズがちょっと合ってなかった気がするんですけど、あれは僕のあの本だけ合ってなかったのか、全体的に合ってなかったのかは未だに謎なんですけど、ブックカバー合ってないんですけどっていう思い出があるあの本。四間飛車穴熊の急所、急戦編でしたかね。急戦編読んで、じゃあ、持久戦編も出るんやと思って、持久戦編めっちゃ楽しみにしてたんですけど、持久戦編出たのなんか1年以上後なんですよね、確か。持久戦編まだかな、まだかなって思ってるうちに、四間飛車穴熊やめちゃったんで、持久戦編は読んでないんですけど、これな、いろいろあるんですよね。ここで歩突くのもあるんですけど、なんか歩突いて位取るのもあったんよな、確か。それ、なんか2ぶってそれで行ってみるか。2ぶってみよう。これは一応次金でから歩突き同歩同金で圧迫する手を狙ってて、だからそれを警戒するためにこう4筋から反発してくるんですけど、同歩で同銀で角道止まるんですよね。角道止まった瞬間を生かしてこう角道を開けていくっていうのがこの4筋位取りの真の狙いで、なんか四間飛車穴熊側はこう銀まっすぐから飛車回って、ここを棒銀っていければ理想なんですけど、なかなか角道開けるタイミングが難しいんですよね。簡単に開けちゃうと角交換から8筋突破されちゃうんで、どうやって角道を開けるのかっていうのが一つ工夫のしどころなんですけど、まあ、これが一つ、なんか有力みたいなのが乗ってた気がするけどな。にわか仕込みやからな、最近やってないし。忘れてる説はある。まあ、これで歩ついて次銀上がりとかで、なんか使っていくか。銀上がれたらなんか、飛車回りから、歩突き同歩同銀、同銀同角同飛車で、ババ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 バって、5筋から、ぶん殴れるし。いいんじゃない？結局ね。ああ、というか今日、そうか、9月1日やから、レギュラー陣が変わってる。上のこの指導対局のレギュラー陣が、塚田女流今月レギュラーなんですね。そう、ツイッターで見てびっくりしたんですけど、まさかの塚田女流復帰ということで、これは当たりに行くしかないのかなと
ちょっと思ってるんですけど、まあ、銀上がって、どうですかね。藤井七女流っていうのが同じ大学なんですよね。僕、藤井女流が1回生でこう入部してきた時の新歓担当で、藤井女流になんかその部の説明をした記憶があるんですけど、その時3秒ぐらい喋った記憶があるんよな。その時3秒ぐらい喋った記憶はある。そういう縁もあるので、藤井女流と対局してみたいっていうのもあるけど、藤井女流はな、部内戦参加されてたんですけど、なかなか対局する機会がなくて、対局はしたことないはずなんですよね。これなんか端歩ついたらなんか端角の余地できて得することあんのかな。まあ、そんな未来ないかなかなか。そんな未来はなかなかないですかね。金寄って固める？なんかもう飛車を3筋で使う時代じゃない気がしたんで、とりあえず固めるか。これでなんか次飛車寄りとか、飛車寄りとか、別のとこで飛車使って、あー、それ嫌だ。は？それ嫌やん。え、それビビり散らかすほど嫌なんですけど。普通にうっかりした。角成りのシンプル狙いなんですけど、受けにくいですね。飛車回ったら受かるけど、それは、いわゆる利かされって言って、何もできないパターン。まあ、歩で我慢するか。歩も利かされ。歩使わされてるんで嫌なんですけど、まあ、ここの歩は最悪どっかで歩突きでしばきに行く手があるんで、まあ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 、それならまあまあかなっていうね。まあまあまあで。で、これは次、歩突き同歩同角の攻めを狙われてて、それやられるとちょっときつそうやから、受けるしかないんかな。でも受けるんじゃさえへんよな。なんか受けしかさせてないんで、まあでも結局最後穴熊の硬さが勝つんで。結局硬い方が勝つんで。もう殴れば勝ちなんよ。固めて。そういうこと。そういうことなんよな。うわー、殴ってきた。殴れば勝ちとか言ってたら、相手から殴ってきたんですけど。まあこれは取り込まれたらきついし、桂馬跳ねられてもきついから同歩かな。なんか飛車回って反撃したいけど、そういう人生どう？なんか飛車回ってさばきに行くか。さばけてんのか知らんけど。次一応なんか銀とかありそうですね。同歩なら飛車でピョーンみたいな。まあ、銀出るならこっちの方がいいか。こっちの方がなんかこう取る手も見せて厳しいかもしれないですけど。まあまあまあ、なんかそういう銀出て無理やりさばくみたいな手があるから。そのぶん殴りシフトどう？ぶん殴りシフト入っといて。なんかもう歩とか打ってたら同銀ですね、もう。同桂同飛車で。駒損ですけど、一応それはまあ飛車使えるんで、なんかまあ、ね。なんか殴れるでしょう。殴れば勝ちやから。殴れるかどうかなんで、これは。穴熊の一番の負けパターンで一番やっちゃいけないのは、殴れずに終わることなんで、もうとりあえず殴る形さえ作っとけばいいんですよ。この動画何回殴るっていうの？格闘技の動画より殴るって言ってる気がする。まあでもそれぐらい殴ることは大事。いた。どうしてくんのかな？いやー、それ怖いと思ったんやけどな。それは結構危ないよ。だって同歩なら同角で角さばけるけど、相手の方。だって同歩の一手じゃないもん。銀出るとか。銀出るとか。でもこれどっちかに出たいんですけど、どっちに出るかは悩みどころで、銀出ると、同歩で角道止まっちゃうのが不満なんですよね。で、銀こっちは、同歩なら角道通しとけるんですけど、銀こっちだと、角逃げられた時に、次の狙いがないっていう説あるんよな。銀、ねえ、銀出て同歩で飛車走って、歩なって歩ついて、もうこっちかな。ちょっとこっちは引かれて分からんかった。これで、
しばきに行こう。あ、同角？あ、同角がいい手か。同歩で、あ、同、あー。同角いい手だね。同歩の時に角が使えないもんね。で、歩なられて。いや、いい手。それいい手。うわー、罪深い、それは。じゃあ、同角か。歩なりが、あれならんように。なにこの応酬。なにこの応酬は。うさんくささ全開なんですけど、で、飛車なって、歩なりが角取りにならないから、ちょっと桂馬取る余裕あるみたいな、そういう思想どう？まあでもこれは一応ぶん殴りシフトはできてるから、穴熊としては、一応勝負には持ち込めてるか？高度な応酬なのか、高度に見せかけた謎の応酬なのかがわからんけど。まあ指してるうちはとりあえず高度な応酬ってことにしとこう。うん、気持ち大事。気持ちで負けちゃダメ。気持ちで負けちゃダメ。逃げちゃダメだってこと。この時に先角で角取った時にこう、歩で角取ってると、ここに角がいるんで、歩なりで。まあでもそれ、そっちの方が良かったか、冷静に。だって角取るまでに時間かかるもんな、相手の方。これはもうすでに相手の方が角持ってるんで。いや、これ2ぶっただけでただの病気説あるな。ただの病人説あるよ。えぇ、取り込み。それは歩なり狙いやけど、でもさすがに遅くない？一回取ると飛車回ってくんの？でもそれ角打ちがなんか飛車金狙って、ああ、だから端で、ちょっと迷惑かからないところに逃げる系男子ですね、それは。迷惑かからないところに逃げる系男子の一手を相手の方は指してきまして、まあ、こっちはどう殴りに行くかですけどね、なんかとりあえず歩突くか。同銀と取らせれば角打ち狙えるし、あと4筋に歩が効いて攻めやすくなるんで、ただ銀引かれたらまあ桂打ちとか桂打ちとかで金狙えるから、いっか。ちょっと銀引かれて玉固めちゃってる説があるんですけど、まあ大丈夫じゃないかな。まあでも、同銀ってなんか、あ、同銀ってそもそもなんか角の飛車銀両取りとかもちょっと気になるんかな、相手の方としては。こっちとしてはこんな隠居してるあの飛車取りたくないんですけど、まあでも言うて飛車取って二枚飛車で攻めていくの厳しいんで、隠居してる飛車といえども取るのは価値高い説はある。あと、この飛車って確かに隠居してるんですけど、あれなんですよね、なんか横利き引いて、意外とめちゃくちゃ効いてる説があるんですよね。いやー、引いてきた。いや、そうそう、引かれる方が嫌ではあるよな。で、ここでどう攻めるかなんですけど、まあ、竜が金睨んでるから、この金睨ん、狙っていきたいけど、桂馬打っても引かれて、まあ、一応そこで歩垂らしとかあるか。まあ、なんか金狙ってくか。次、桂なり同金同竜ですね。まあでも引かれて一切わかりません。はい。まあ、歩垂らして、一枚一枚剥がしに行く。難しいね。難しいね。歩垂らしてね。角とかでなんか桂馬狙われるの嫌だね。角嫌すぎるね。角打って紐つける手はあるけど、角がこう効いてんの嫌すぎるね。嫌すぎるね。まあでも、打つか。ちょっと、歩成りがキモすぎる。と金入りがあるから。まあでも、相手の方としても歩成り気持ち悪いでしょう。ね。殴り合いになれば、穴熊の遠さが生きると信じよう。信じる者は救われる。そういうこと。まあ、角が桂馬に紐つけながら、こう、相手玉睨んでるんで、攻防手ですね。まあ、こういう攻防手が悪い手になることって三丁会に一回ぐらいしかないんで、これはまあ悪い手じゃないと思うんですよね。で、相手の方としてはもうそう攻め合いできたか。一回銀打って、ここ補強しながら竜取りとかもあるかと思ったけど、まあ、銀ここに使っちゃうとちょっと遊ぶリスクが、うわー、前手抜き。前手抜きの呼吸？前手抜きの呼吸1の方ってこと？これな、金なんか、ノータイムで取ると、
同銀とか取ってくれるかと思いきや、こっち取られて負ける可能性があるんで、一回と金消した方がいいかな。で、ここで取って。これなら相手の方のと金を消せてるんで、ちょっと相手の方の戦力を削れてると。同銀とか取ってきたら一回金埋めるんやろな、どっちか。金とか。あ、同飛車？飛車を使おうとしてる？いや、欲張りおじさんかよ。いや、欲張りおじさんいい手か、しかし。人生やっぱ欲張っていかないと。欲張りセールで？金とか売ったら同馬同金飛車走りとかで使われるもんな。それ嫌やな。それ嫌やけど、それ嫌とかも言ってられんのかな。金、ベタ金。ベタシンファイト。絶一門の戦いってこと？これだって放置したらこっちの玉どう攻めてくんの？でも金打ちが何なんていう、金打ちが何狙ってんのっていう問題もあるんですけど。まあなんかもう金、ちょっと飛車使われると勝てへん気がしたし、金打つか。これで勝った人見たことないよな。こっちの玉、死んでるでしょ、これ。まあでも相手玉もあんまり、こっちに駒渡しすぎると、こう銀取って、一気にこう、詰みとか、一気に寄りとかあるから、うわー、嫌だね。同銀で何ですか、それは。金とかあったらなんか角が攻防手ですけど。あー、角は金打ちで、浮かり散らかしてる。あー、それ浮かり散らかしちゃってるか。でもこの局面が全然詰まないでしょ？この局面相当渡しても詰まないと思うんですよね。だから、もう、しばきに行くか。この一瞬を生かしてしばきに行こう。同金は角で飛車取れるから、どうですよね。で、取って、同金でしょ？まだ詰めろじゃないよね、こっち。同金の局面って。角、金、金、銀。そんな持ってたら詰んでる気もするけど。これで、この局面がこっちの玉詰めろならもう負けですね。だから開き直っても桂成りとかで攻めていこう。これはさすがに桂馬取っていけば、同金に角とかで詰めろになってると思うから。あ、でも待って、桂成るとさ、なんか銀打ち同銀同金同玉角でなんか大手竜取りとかブブブブブブブって感じなんですけど。あ、それ安倍氏、それ安倍氏ってことになっちゃう？あ、マッチクリ？角打った手が？飛車打ちからの詰めろ？玉上がって、詰まんか。角がな、攻防手なんですけど、攻防手だけど、金とか繋がれて。いや、しかし、一回角打つか。これで金繋いできて、こう、金受けながら金寄りの詰めろかけてくると思うんですけど、なんか一回飛車打って、いいタイミングで金取る感じでどう？でも、寄られちゃうのかな？で、角で金取ったら飛車の方取られちゃうのかな？いや、違っちゃうのかな？これで？同金で、この瞬間こっち詰まないでしょ？これで詰めろかけたらどうな？詰めろかからんの？飛車なったら金合いがだるい。でもそれで一回金使わせる作戦はあるよね。いやー、わかりません。許してください。何でもしますので。一旦許していただいても。銀打ったら逃げる？いやー、なんかないのかよ、そこで。絶対あるやろ。金打つと。開き直って金打とうかなー。もうこっちの玉つまんつって。開き直りすぎ？いや、それ開き直りすぎ疑惑あるよなー。いやー、一回合駒請求しちゃった。これ上がるとさすがに銀で詰みなんで、金とか打つしかないんですけど、それで合駒請求させて、どうですかって言っていく。あー、むずい。その時にわからんのよな。金取ったら同銀。銀ならずは同金。桂成りは飛車取られて。いやー、飛車取られたらきついよなー。金打ち同玉。銀ならず同金、金打ち同玉竜。いや、意味わからん。ちょっと待って。もう、お手手がわかりません。隊長。隊長！なんか急に受けた。急に時間で勝とうとする男。急に時間で勝とうとする男どう？これでもさ、角もらうと角打ちがあるよ。角もらうと角打ちあるけど。角打って、同金は道理で詰み。
だから逃げるしかない。これで金取っといて、同銀なら金で詰み。で、相手の方大駒持ち駒になくなったから、こっちの玉詰まないと思うんですよね。で、同銀は金で詰みやから必死やから、はい、勝ち。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。今回は、勝ったことない方、お願いします。先手番でやっていきましょう。タイフリ持久戦。居飛車党の方ですね。やっていきましょう。あ、歩、3、4歩ですね。結構、居飛車党は2手目に、2手目に8四歩を突くか、3四歩突くかっていうのが課題なんですけど、で、なんでこれ驚いたかっていうと、今日マジで角道止める将棋になんかめちゃめちゃ当たるんですよね。右四間飛車ばっかしてたんですけど、ちょっと違うのでもやってみます？これ相手の方どうしてくるんやろ？まあちょっと玉囲って様子見るか。振り飛車なのか、居飛車なのか、まだわからないご時世なんですけど、金上がって。あー、これは居飛車かな。これは居飛車ですね。こう、歩ついてちょっと、殴りに行こう。結構これは藤井七冠とかも愛用してる最近の神戦法で。なんかこれで銀とか上がっといて、なんか銀とか銀とかで殴りに行くっていう、すごい流行ってますね、プロ棋界でも。これはなんか角の相手の方、こうラインが空いてるから、今のうちにしばきに行きたいな。今のうちにしばきに行きたい気持ちが、ものすごくある。いや、行くか。もう歩でしばきに行こう。いやー、取らないんかい。取らないんかいってことなんですけど。これは銀をこっちに出るのか、こっちに出るのか。こっちの方が形はいいんですけど、歩突きの反撃を食らいやすい。こっちは形悪いんですけど、歩突きの反撃を食らいにくい。まあちょっと形の良さを重視していくか。ビジュアル系で。ビジュアル系バンドでいっとこう。ええー。それで策に殴り倒されんの？それ同歩でなんなん？銀出て。なんか相手の方の方が居玉で、なんか角の王手とか食らいやすいから、危ない気がするけど、まあ一本歩突くか。なんか相手の方対応が早いし、なんか研究臭いな。研究臭がプンプンしてるんですけど、まあ、そんな研究に屈する俺ではないと。研究に屈するワイではないんやでってことで、まあ、なんか飛車とかで殴りに行ってどう？知らんけど。なんか飛車浮きとかないの？ピョーンみたいな。飛車でピョーンみたいなことない？飛車でピョーンってどうやって受けるんやろ？歩突きは同飛車で。まあ、それも飛車がなんか意味不明なところ行くけど。これあと一回歩打っといた方がいいのか、打たない方がいいのか問題も発生してる。ここの角のまま歩突かれると、なんか角成りしても同桂でいい形になるんですけど、歩打って角引かせとけば、歩突かれても角成り同金で壁にできるから、一回打った方が得なんかな。引いてくでしょ。で、ピョーンでどう？はい、勝ち。はい、受けにくし。この歩取りが分かってても受けにくし問題。発生してる。プロ。完全にプロ。何やったかな？何の将棋が有名かな？なんか自分が今パッと思いついたのは、朝日杯の決勝で、藤井、当時何冠か忘れたけど、藤井大先生と渡辺明大先生が激突した将棋も、この、タイプの将棋でしたね。早繰り銀で速攻仕掛けていく。で、相手の方は歩を諦めてきたんですけど、まあこれは取っといて、で、まあ戻っときますか。ここで安定させといて、で、相手の方は桂馬跳ねて、次にまあ桂跳ねとかを狙ってきてると。まあ、あと歩でちょっと次角積みそうか。そういう話もあるか。歩打って角逃げた時に、桂馬がいるのでこう銀出れるんですよね。同飛車に同桂があるから。で、銀に角出ても、歩突きとか銀上がりとかで角が詰むので、角をこっちに引けるように玉を寄りたいんですけど、それ桂跳ねで終わりで、角逃げたら飛車で王様取られるっていう形になるんで、それもちょっとできない。それもできない問題発生してる。あれもしかして困ってる？
いやー、これが困ってるっていうことはないと思うんやけどな。なんか、何か手が見えればっていう気はするけど。感覚的に。感覚的な話でしかないんですけど。いやー、でも嫌なんかな。なんかさせてわからんな。一応一歩得やし、そんな不満もない気もするんですけど、じゃあ何さすんですかって言われた時にわかりませんというのが私の今現状でございます。はい。だから、風が嫌なんでしょう。風が嫌だから、それをなんかケアすればいい。言うのは簡単なんよな。言うのは簡単なんよ。いや、言うのは簡単なんよ。負をケアするために、負打つのは同飛車が嫌。負はなんか銀から負取られても嫌やな。え、自信ない？そんなことある？え、そんなことある？玉引いとく？いや、それも変よな。それも変よな。玉は風に角を引こうって言ってなんですけど。てか、こっち引いちゃうと風付きが角で銀取りになるから、まずいか。なんか嫌やな。なんで？おかしない。そんなこと許されんの？世の中。世の中そんなこと許されんの？それで悪いなんてこと許される？いや、許される世の中も、あるんかな。いや、でも大丈夫か？まあまあ、もう出るわ。出るというか、なんか金でちょっと補強するわ。あ、銀、冷静。冷静教育大学。でもこれ、玉引いといて、角の引き場所できるんで、まあ、潰れることはないかな。今の歩打たれたら角出といて、なんか銀まっすぐとか出られても、歩打ちでなんか飛車いじめてカウンターで、なんかやってけば、まあ、なんとかなるんじゃないかという読みでしたね。まあ、なんとかなるやろのノリで。なんとかなるやろのノリでいけば。で、相手の方は銀から歩でがっちり押さえに来たんですけど、まあ、これは角引いといて、一応こっちも一歩得っていう主張があるので、まあまあまあ、生きがいはありますかね。うん。相手の方としても歩損してるんで、あんまりゆっくりした戦いになると、じわじわ悪くなっていく可能性が高いので、なんかしばきに来るんやろな、歩突きとか。でも若干無理な気がするんやけどな。うん。無理じゃないのかな。でもこっちは早く歩突きたいですね。なんか角出を消しつつ角が通ってくるんで、一石二鳥。あー、ジッティング。それ銀で飛車詰むから危ないけどな。まあ具体的にそういう手はないか。具体的に銀を入手する手はないか。でもなんか歩とかでさ、同歩成同銀で、歩打ってきたら銀ぶつけて、同銀同歩。ありますけどね。それ相当。相当ありますけどね。そういうのどう？行くでしょ、これ。うん。この7筋に拠点作られた時、歩打つの結構手筋で、同歩成同銀で、はい銀ぶつけて。はい銀狙えば。はい勝ち。はい勝ち。こうやって拠点を消して、なおかつ銀打ちの隙を見せていく。てか、歩で詰むやん。ダダ勝ちです。あー、使われてね。確かに使われてよくわかりません。はい。次、銀打たれたらさすがにだるい。それはダルシムなんで、飛車の利きを止めたいですかね。まあ、銀打って止めるか。ここ銀打っとくと、なんか後々相手の方の角がここに出るっていう手を防げるんで、で、これでなんか歩垂らして拠点作っといて。これで飛車止めとけば銀の威力下がるんで、まあ、それ多分そんなに厳しく。いやー、でも嫌かな。結構嫌かも。それでも銀打たれて気持ち悪いかも。気持ち悪いかも。うん。あー、でも大丈夫かな。なんか、後々この銀を狙われる可能性がある気がして嫌やけど、一応飛車の紐ついてるし。具体的にはこれ銀打って、同桂同歩成同金同桂成同角に金打って、角銀両取りとかあるんですけど、まあ銀には紐ついてるから耐えかな。で、一回金上がって受けてきましたね。これ金上がってちょっと受けに回ろうかな。そういうのもオツですよね。そういうのも割と通好みな気がするけどな。ちょっと通好みでいくか。これで次、歩取れれば結構完封ペースな気がするんで、これも銀打ってくると思うんですけど、同桂、同歩成、同金、
同型なりと、うー、芝木に来ちゃう。芝木に来たねー。同飛車は銀上がりとかで飛車詰みそうやから、ほぼ同銀の一手か。銀引きもあるけど、まあ取れるもんは取りたいよな。でもこれで角道通ったんで、角で嫌？あ、角で嫌か。あ、そこでぶち込み。角もあったかもしれないですけどね。結構香取りが受けにくかったんで。桂馬跳ね、角でに桂跳ねで受けると銀打ちが飛車桂両取りとかで結構気持ち悪かったんで、それもあったような気はするんですけど、これ5五桂で勝とうとしてんのかなあ、5五桂で勝とう問題。まあ、同角やと桂馬嫌なんかな。でも金引いといて、ここに桂馬打つと角道止まるんで、それそんな厳しくないと思うんですよね。だからあえて打たせてみるか。桂馬を嫌うなら同金もあったんですけど、なんか桂馬別にそんな嫌じゃない気がしたんで、これで金引いといて。え？それ別に出て？なんか取っても出れば王手金取りなんですけど。荒い？思想が荒いかな。思想が荒いかも。てかこれ桂なられてもね、嫌という説あるよ。いや、ちょっと思想荒かったかな。角出る。角出ると飛車回ってくんの？銀出ると飛車走られる。銀出ると飛車走ってくんの？銀打ちはちょっと使いたくない。まあ、角出るか。とりあえず飛車を取りに行こう。飛車中の鏡。でもこれさ、角渡したらなんか死ぬ？風なったら飛車来て同銀桂なり？でもそれが詰めろじゃないよね。でも飛車打った手が別に詰めろじゃないのか？将棋って難しいね。将棋って難しい。将棋って難しいね。桂なり嫌やな。銀引いて受けとくか。あ、でもそれ取って同角に飛車なりとかあんのか。だる。だるいだるいだるい。それだるいわ。それガチだるいやん。風なって取って同銀、桂なり。あ、だる。で飛車打って。と金入り、を見せて。でも角とかで寄せに来られて、一手巻きしてそう。だるい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 ガチだるいガチだるいガチだるい。ガチだるいガチだる案件ガチだる案件。ちょっと待って、ガチだる案件やわ。ちょっと待って、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 待って。風なりで勝てればいいけど、桂なりがきつすぎて負けそう。銀引くのは銀取られて、同角に飛車なられそう。いやー、でも勝負するなら風なりしかなくね？同銀で桂なられて、負け？いや、負け説はある。大いにある。完全に大いたかはる。これ、と金入った手って詰めろじゃないよな。同金なら飛車打ちが、銀打ちと、金取り見せていい感じなんですけど、と金入った時に多分無視されるんよな。それを無視されて、まあでもと金寄るか。いや、と金寄った方がいいのか、なんかあのね、あれした方がいいのか分かんないですけど、こっちの方、なんかこっちの、こっちかこっちか迷ったんですけど、こっちの方がなんか、ここ捨てて同金に飛車打ちが王手金取りとか、そういう筋があるかなと思ったんで、ワンチャンこっちの方が特設提唱者として生きていきたいんですけど、どう？そういうの。そういうのどう？でもな、これ角打つ筋が、なんか、こっちの頭狙いながら金に紐つけて、バカきついんよな。てか、角で必死説ない？大丈夫そう？大丈夫そう？大丈夫じゃなさそうじゃない？このと金寄りが詰めろなことにかけるしかないのか、俺は。いやー、それきついよね。取って同銀、金打ち、取って同金。きっつー、それ受かってないよな、普通。これ最後なんか飛車で金取れてもなんか角で取られるんで。桂馬は同銀でしょ。あー、きつい。きつい、きつい、きつい、きつい。きつい。まあ、取るか。ちょっと金もらって、金を受け駒に使っていこう。これでどうや？これでどうや？取って同金。金打たれたらきついな。金入ってこい。それなら同金、同角なり金で受かるから。金打たれたらどうすんねん。それが受かる世の中あんのかな？それが受かってる世界線ある？
それが受かってる世界線あんのかな。てかこれ相手玉にどうやって詰めろかけんの。まあ、桂馬詰め、いやー、ちょい、強いて。そんな強いのあかんて。桂馬打ってここ防ぐ？取って同玉、金打ちに玉引いて、金入られたら必死くさ。必死くさそう。必死くさそうなんですけど。あ、角出て？それ何ろ？角成り？あ、角成りの詰めろか。30秒。銀捨て。いやー、意味ない。20秒。なんか起きろ。なんか起きろ。いや、これなんか起きること結構あるか？ないか。いや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 。ないか。いや、なんか起きろ。起こすしかない。起こすしかないわ。起きようがない気がするんですけど。いや、結構危ないか、でもバラバラ殺人事件で。結構バラバラ殺人事件していけば、結構危ない説はあるか。ドキン？ド角？桂馬で？え、結構危なくね？想像を絶する危なささ。危なささ？危なさ。あ、ワンある、ワンある。え、飛車打って合駒金。いや、飛車打った方がいいのかがわからなかった。打たん方がよかったか？いや、そんな騒いでも結局意味ないのかな。騒いで意味ないのは間違いない。金打ったんに打った方が良かったんかな。でも同金同金で同角で結局詰まんか。結局、それ危なくない？飛車なって。なんもないのか？単角は桂馬でダメだったもんね。いやー、いや、だ、ブブブ。これでも危なくね？詰んなくない？飛車取ったら金。同玉頭金。逃げて銀。待って待って、これ時間かかる！ちょっと 時間切れです。待って、今一手詰めだと思った。いやー、でも詰んでたな。 ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけど、時間くそ。いやー、ギリギリやったなー。もう最後は積んでましたね。最後は金で香車取っていけば詰みなんですけど、ちょっと足りなかったですね。てか、なんかこの将棋途中結構苦しいのかと思ってたんですけど、割とこっちいい時間も結構長かったみたいですね。まあ今回はちょっとはっきり悪くなったところを見ていきたいんですけど、結構ここがポイントかなと思いますね。金で食いつかれた局面。ここ食いつかれてきついのかと思ってたんですけど、風なって反撃に行けば勝ちだったみたいですね。まあ同角が自然ですけど、桂馬打って。例えば玉ここ逃げたら、これ金取った手が、次に、こう金打ち、同金、銀打ち、同角、桂成、同玉、飛車打ち、あ、違う違う違う、飛車打ちまでの詰めろになってて、結構これで相手の方対応難しいみたいですね。だから、金で絡んできたときに、歩成りから攻め合いを目指す、攻め合いというか、攻めも見せつつ受けていけば勝ちだったみたいなんですけど、んー、ちょっとそれがな、見つけきれんかったな。で、まあ、以下なんかなんだかんややって王手してたら勝ちになったんですけど、最後はちょっと、あ、足りなかったですね。まあでもなんか今回採用した将棋は、本当優秀で、結構プロ棋界で雁木がそこまで流行らない理由は、この戦法が優秀だからだと思うんですよね。だからプロの方は雁木されたら、基本的にこれ使ってるイメージがあるんで、まあそれぐらい優秀な戦法だと思うので、まあぜひ使ってみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。